イージスアショア配備計画廃止に伴って、イージス艦の8隻体制から12隻体制が、現政権の閣議決定を得て決定された。今回は、このイージス艦の12隻体制と、その新造される性能に迫っていきますね。スパイセ、運レーダーの決着がまだですが、使い道があるのかないのかで、今後大きく変わってきますね。やはり、陸に置くしかないのかなと感じています。2022年12月に、現在の日本の岸田政権は、安保関連3文書、今回より、その名称は、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画と改められたが、これを閣議で決定し、大幅な防衛力の増強を行う方針を、明確なものとした。これは、従来までは、防衛計画の大綱と呼称されていた文書が、国家防衛戦略に、中期、防衛力整備計画と呼称されていた文書が、防衛力整備計画に置き換わったもので、各々の文書の位置づけは、従来とほぼ同様である。これら安保関連3文書の中で、最も下位に位置する、防衛力整備計画は、およそ10年ほどを、その対象期間と考えられており、必要な防衛装備品目や数量等を具体的に定めたものと見さされ、その記載には今回も注目が集まっていた。今回の安保関連3文書をめぐっては、反撃能力の保有と、それを実現するスタンドオフミサイルの開発と配備が大きく打ち出されたことで、政治的には賛成派と反対派が、鮮明に分かれるなど、ある意味予想された動きを見せている。そして、反撃能力やスタンドオフミサイルといえば、国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型や、島嶼防衛用の高速滑空弾などが注目されているが、当然、それらを兵装として搭載する艦艇の存在も重要となる。今回明らかになったのは、海上自衛隊の艦艇として、既存のイージス護衛艦が8隻から10隻へと増強されることと、イージスシステム搭載艦を2隻新造するということの2点で、合計で、これらは4隻の増加が施行されている。既存のイージス護衛艦とは、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースに、日本で建造された艦艇で、混合型が4隻、アタゴ型が2隻、マヤ型が2隻の合計8隻が、就役中の護衛艦のことを指している。今回の増加分のイージス護衛艦の2隻が、現行では、最新型のマヤ型を追加で建造するのか、はたまた、別の新種の艦艇となるのかは、現時点では不明だが、いずれにせよ、2隻の新造が行われることは、確定した形である。そして、イージスシステム搭載艦とは、2020年に配備が断念された陸上配備型のイージスアショアの代替策とされる艦艇で、日本におけるミサイル防衛システムを将来的に担い得る存在として位置づけられている。そもそも、日本のミサイル防衛システムは、イージス護衛艦が、その搭載する VLS、垂直発射艦から、運用する SM-3 ミサイルを迎撃弾として発射することが想定されており、主として北朝鮮のミサイルの脅威への対抗策だった。そのために、現状海上自衛隊では、常時日本列島をカバーできる位置に、2隻のイージス護衛艦を配置して、いざという場合に、北朝鮮のミサイルを迎撃する体制を構築し、それをもって、日本のミサイル防衛とすることを実現している状態である。しかし、近年は、経済的な発展を背景にして、急速に、軍事力の増強を推し進めてきた中国が、南シナ海や東シナ海を勢力下に収めようとする動きが活発化し、日本も、南西諸島方面への防衛力の強化が、急務となってきている。そのような状況下では、
貴重なイージス艦のうち2隻を常にミサイル防衛のために拘束して運用する体制は厳しいとの判断が下され、その任務を肩代わりする存在として陸上配備型のイージスアショア導入を目指した。イージス護衛艦と異なり、陸上に配備させるイージスアショアは日本の南北に1カ所ずつ設置することで365日24時間の運用が可能と想定され、ミサイル防衛という観点からは非常に理想的な装備だと考えられた。しかし、イージスアショアは発射後にミサイル本体から切り離すブースター部分の落下位置の制御が現状では困難であり、修正にはソフトウェアの改修と多額の費用が想定されたため、あえなく配備中止の浮き目となった。ただし、日本はすでにイージスアショア用のアメリカのロッキード・マーチン社製のスパイ7レーダーを発注済みであったことから、これをキャンセルするには多額の違約金が必要という事情もあり、その有効活用を検討する。そこで考えられたのが、そのスパイ7レーダーをそのまま艦艇に搭載し、海上からミサイル防衛を担うイージスシステム搭載艦の構想であり、これを2隻新規に建造することをイージスショアの代替策とすることが決定された。この構想はイージスアショアの計画中止を受けてやむなく打ち出されたものとはいえ、艦艇の場合はやはりメンテナンス等で2隻が常時稼働できない点や、総艦要員など人員的にも陸上より負担が大きいことは避けられない。しかし、このイージスシステム搭載艦の構想はそれだけでは終わらず、2022年の夏時点ではミサイル防衛に加えて12式地対艦誘導弾の能力向上型や島嶼防衛用の高速滑空弾等も搭載する大型艦艇という案が浮上した。排水量で2万トンクラスの巨艦となるとのイージスシステム搭載艦の構想が報じられた際には、あまりに現実離れした仕様に各方面から疑義の声が一斉に寄せられたが、この案は後に撤回され、現行のイージス艦並みになるとされた。もともと艦艇用ではないロッキード・マーチン社製のスパイセ分レーダーをそのまま搭載するためには、必然的に艦のサイズが肥大化せざるを得ないと言われていた時期もあったが、結局はその情報は誤りということだったのだろう。今は既存のイージス艦並みの大きさという方向に落ち着いたイージスシステム搭載艦の構想だが、依然重武装説は継続されており、搭載する VLS 垂直発射艦の数浜屋型等の96セルの倍以上との解釈も存在する。もちろん、マヤ型等のベースであるアメリカのアーレイバーク級ミサイル駆逐艦においても、そのようなセル数の VLS 垂直発射艦の搭載は例がないため、どのようなレイアウトでそれが実現可能なのかは判然としない。さて、こうしたまだまだ課題が山積みのイージスシステム搭載艦は置いておくとしても、通常のイージス護衛艦も今回の防衛力整備計画で2隻の増加が打ち出されており、10隻体制への拡充が確実となっている。しかし、海上自衛隊のイージス護衛艦の先駆けである金剛型4隻は、1番艦金剛が1993年最終4番艦の鳥海も1998年に就役した艦艇で、すでに今年2023年で30年から25年が経過する状態にある。今回の防衛力整備計画がおおむね10年後までを想定した内容である点を鑑みても、その時点では金剛型は35年から40年の慣例に達するため、実質は
これら4隻を新型艦で代替して、今の体制を保持する必要もあるだろう。そう考えると、イージス艦10隻体制を、この10年間で実現するためには、新造の追加で2隻、既存の入れ替え分で、4隻の合計6隻を建造する必要があり、2年に1隻以上のペースで、新造艦を収益させることが求められる可能性がある。まあ、混合型を、今しばらく延命させてしのぐ、方法も考えられなくはないが、その場合でも、次の防衛力整備計画での代替は必須となる上、アタゴ型も、2007年と2008年に建造されたため、老朽化は、順次進行していく。アメリカでも、1980年代から、収益を開始したアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の代替案は、進められており、それは、DDG-X と、呼称され、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦も包括して、代替を担える艦艇となることが施行されている。当然、日本の海上自衛隊でも、独自に、今後のイージス艦の建造を行うことは困難だと考えられるため、アメリカ海軍が DDG-X を実用化することを睨みながらという展開が予想されるが、現時点では、その時期は明確ではない。海上自衛隊の潜水艦、モガ、ミ型最新鋭護衛艦が、次々と就役しています。そんな中、新たに、6番艦、アガノ、がついに進水したという情報が入ってきました。今回は、このアガノ進水で見えてきてモガ、ミ型の凄さについて見ていきたいと思います。試験ですが、このクラスで、7万馬力というのは異常ではないかという感じすら抱いてしまいます。速度が30ノットという予測ですが、もっと出るかもしれませんね。2022年12月21日、長崎市の三菱重工業者中崎造船所で、海事のモガ三型護衛艦6番艦が進水を迎え、この艦をアガノと命名する式典が執行されました。この艦は前年2021年6月に寄港されていたものです。モガ三型護衛艦の名前は山形県の母なる川、一級河川最上川に由来しています。また、アガノという名前は福島から新潟にかけて流れ、日本海に注ぐ一級河川阿賀野川に由来するものです。太平洋戦争時に、阿賀野型2等巡洋艦のネームシップになっていましたが、それ以来、海上自衛隊では、初めての使用となった名称です。歴史を振り返ると、大日本帝国海軍時代の阿賀野は、1942年、昭和17年、に就役しました。第3艦隊の中の第10戦隊の機関になりましたが、1944年、昭和19年、2月、トラック島沖合で、アメリカ海軍潜水艦の魚雷攻撃を受け、撃沈されました。ここに、機関阿賀野は、艦命を終わったということになります。この阿賀野型2等巡洋艦は、1番艦阿賀野以下、2番艦の城、3番艦矢作、4番艦酒川の4隻が太平洋戦争中に建造されましたが、ラスト4番艦酒川以外の3隻は、今のモガ、ミ型護衛艦に艦名が継承された形になっています。これらの艦名は、それぞれ日本の河川名です。
能代は、秋田県北部を流れ、日本海に注ぐ一級河川ですし、矢作川は、長野、岐阜、愛知を経て、三河湾に注いでいます。現在は矢作川と表示されています。酒匂川は、静岡県と神奈川県を流れる二級河川です。川としての大きさから言えば、利根川とか信濃川、北上川なども大きいのですが、こういった名前は、護衛艦以外に付けられています。さて、現在の最上方護衛艦は、今回浸水した6番艦阿賀野以降、7番艦が2022年6月、8番艦は8月に寄港が行われています。大体、1年に2隻ずつが寄港され、順番に収益していくサイクルが保たれているようです。これまで海事においても最上方護衛艦は、予算決定から約2年後に寄港、寄港から、また、約2年後に、収益というスケジュールで、数を増やしてきましたが、現状22隻が建造されると見込まれているようです。最上方護衛艦の収益については、ネームシップの1番艦最上が、2022年4月に収益しましたが、実は、2番艦熊野が、3月に収益していますから、順番が入れ替わったということですね。この原因ハモが、身の機関部トラブルということですが、いずれにしても、海上自衛隊の水上戦闘艦としては、最新の艦級ということに、違いはありません。ちなみに、熊野も、奈良県、和歌山県、三重県を流れる新宮川の本流です。水系名で言えば、新宮川ということになりますね。最上方護衛艦の所見ですが、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0m、全幅 16.3m、深さ 90m で、現在の艦級区分では、フリゲート艦に分類されるサイズということです。またもが、三方護衛艦の機関部には、ディーゼルとガスタービンを組み合わせたコダグ方式、CO メートルビネット、ディーゼル、ガス、ダルビエを採用していますから、燃費性能と高速性能の両立を図った上で、このサイズのフリゲート艦としても、強力な7万馬力を発生させることが可能とされています。この馬力を実現させるため、イギリスのロールスロイスホールディング社製のメートル T30 ガスタービンエンジンを1機、ドイツのマン社製の 12V28、33D、STC、ディーゼルエンジンを2機搭載しました。スクリューは2軸です。三方護衛艦は、このような機関部構成によって、最大30ノットとされる高速を実現しましたが、従来艦のように、機関部専用の操縦室はありません。機関部の始動と停止は、CIC、戦闘指揮所で行う形になっているそうです。さらに航行中のスピード調節は、艦橋から操作する方式で、こういった CIC や艦橋に、相関要員を集中的に配置することによって、艦全体の運用に要する人数を減らすことができますから、結果的に精進化になり、乗組員定数はおよそ90名と少なくなっています。三方の CIC のレイアウトを少し紹介すると、出入り口部分以外を上下から見た場合、ほぼ円形に、14機のコンソールと各種モニター類が、集中的に配置されています。ソナーや機雷戦闘部門の機能も配置されています。つまり、従来の艦艇に比べてもが、三方はコンパクトサイズでありつつ、対艦、対空、対地、対専用の各種兵装を搭載しているだけでなく、従来は、もっと小型の掃海艇が担当してきた、対機雷戦闘能力も与えられていることが、特徴と言えましょう。詳しく紹介しますと、対機雷戦闘用装備として、専用の OQQ-11 ソナーシステム、機雷排除用水上無人機、USV、
及び機雷捜索用水中無人機 UUV という2種類の無人機の運用能力を持つ非常に珍しい水上戦闘艦というわけです。 USV については電波を使った通信、 USV と UUV 間では音波を使った通信を行う形式によって対機雷戦闘の役目を担っているのです。この機雷捜索用水中無人機 UUV ですが、三菱重工業者が製造した OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機で、2013年、平成25年から4年かけて実用化されたものです。OZZ-5 自立型水中高層式機雷探知機のデータを紹介すると、直径533メートル、全長が 4.0メートル、重量 900キログラム、最大速力7ノットと言われます。4ノットで巡航する場合の稼働時間は約9時間。GPS 及び INS 方式の誘導で、リチウム二次電池が動力源ということです。高周波合成回光ソナーには、フランスの軍需企業大手タレス社製のものが採用されているのですが、自衛隊装備品に採用されるのは、アメリカ製が多い中では珍しい組み合わせと思われますね。タレス社は、フランス政府が 26.4% の株式を保有する筆頭株主ですから、フランスの国策会社と呼んでもおかしくはない会社です。さて、ここまでもが、身型護衛艦の概要や特徴について説明してきましたが、現在日本が仮想敵国としている中国、ロシアでもが、身型と同様の位置づけとみられるフリゲート艦との簡単な比較をしてみたいと思います。まず中国ですが、このクラスの艦艇は054型、航海型フリゲートです。細かく言えば、試験艦の054型航海愛型と改良版で量産型の 054A型エカイ2型の2種類に区別できるようです。 054A型エカイ2型フリゲートの初舷は基準排水量3450トン、満載排水量4050トン、全長 134.0m、 全幅 15.0m、 機関部は複数のディーゼルエンジンを組み合わせたCODAD 方式を採用し、マックス馬力は27ノットのスピードを出せるとされます。身型護衛艦は VLS 垂直発射艦を16セル搭載予定ですが、この艦は倍の32セルを搭載しているので、主兵装という点では強力です。すでに31隻が就役し、なおも9隻が建造中と言われています。2022年12月、日本は安保関連3文書の改定内容に関して、中国を事実上の仮想敵国として懸念している内容を盛り込みました。これに反応した中国は、遼寧を含む6隻の艦隊が東シナ海に進出させましたが、これに、前述の 054A型エカイ2型フリゲートも含まれていました。ではロシアです。ウクライナへの侵攻を続けているロシア海軍で、最上型護衛艦に相当するのがアドミラルゴルシコフ級フリゲートと見られます。この艦は、基準排水量4500トン、満載排水量5400トン、全長 135.0m、全幅 16.0m のサイズです。このアドミラルゴルシコフ級フリゲートは、2018年、平成30年、7月に1番艦が就役、2022年12月までに2番艦が就役済みで、6隻が建造中と見られています。最終的には15隻を建造すると推測されています。今から30年ほど前の1991年、平成3年、旧ソ連邦は
崩壊しました。その後継国家となったロシアでも財政難が続いたことはニュースなどでもご存知でしょう。そのため、1990年代、海軍は大型水上戦闘艦を建造する力を完全に失っていたのですが、2000年以降の原油価格の高騰により、その状況は変わりました。ロシアには天然ガスという強力なエネルギー資源があるのです。世界的な原油価格の高騰は、資源大国ロシアに経済的な余裕を与えました。国家予算に余裕ができたロシアが、半ば偶然の産物とも言える悪運の強さで企画したのが、アドミラル・ゴルシコフ級フリゲートというわけです。このフリゲートは、カイジノモガ2型護衛艦と同様、機関部にコダグ方式を採用し、マックス馬力55,000と30ノットのスピードを発揮すると見受けられます。主兵装として、前述の 054A 型エカイ2型フリゲートと同じ32セルの VLS を装備しているそうです。とはいえ、逆説的にもが、2型の凄さが際立つのではないでしょうか。しかももが、2型は、乗務員の数が、アドミラルより、桁違いに少ないのです。なのに、問題なく運用できるのというも、日本の高いテクノロジーの証拠と言えるのではないでしょうか。の動きが活発になる近年、海上保安庁でも巡視船の造船が着々と進められています。巡視船暁もすでに引き渡しが済んでおり、尖閣や南西諸島で目を光らせている状況です。とはいえ、今後も多くの大型巡視船の配備は必要不可欠であり、中型巡視船との連携も強化していくべきでしょう。無論、上空からの監視体制は万全であり、24時間海峡局の動きを監視している状況ですね。さて、今回は、海上保安庁の大型巡視船である、黎明型について、詳しく見ていきましょう。海上保安庁の最新艦艇である、黎明型巡視船の2番艦、暁が就役したのは2021年2月16日のことだ。暁はそのまま中国公船が幾度となく侵入を繰り返している尖閣諸島を管轄下に置く第10管区海所保安本部に配属。鹿児島港を母港とする第10管区海所保安本部は本所に1番艦でネームシップの黎明と共に、暁が配備されており、今後とも、尖閣諸島を含む南西諸島の防衛を行う上で、重要な役割を果たすことは、疑いようのない事実である。ここで、黎明型巡視船の諸舷について掘り下げていくのだが、排水量が約7300トン、全長150メートル、全幅17メートルの艦隊に、一機9000馬力を発生する。ディーゼル機関を4機搭載している。また、最高速力は25ノットと、海上自衛隊の艦艇と比較しても、何ら遜色のない規模なのだ。しかしながら、通常の海上自衛隊護衛艦で並走されているような、対艦ミサイルや魚雷などを装填する兵器は、装備すること不可能となっている。これは、あくまでも、
警察としての力の範疇を超えないための配慮であり、その代わりに、70口径40ミリのボフォース射程単装機銃2機と20ミリ、バルカン砲を2機ずつ採用しているようだ。その他には、遠隔放水銃や停戦命令等表示装置、遠隔監視図書装置などに加え、両舷に、救難用の高速警備救難艇、全天候型救命艇、警備艇が搭載されており、これらは、テレビでも、よく、目にするような装置たちである。黎明型は、前級である、秋津島や、前々級の、四季島に次ぐ6000トン超級の大型巡視船だ。今回着目していく、暁の建造費用はおよそ234億円で、2010年度計画で建造された、秋津島の発展型とされている。しかし、計画年度が6年離れていることから、全体的に改良が加えられたものとなった。まず後部マストだが、秋津島では、前部マストと同じラティス構造だったものが、暁においては、サーチライトや FCS の台座を兼ねた搭乗のマストに改良されている。加えて、居住区画は、防音が徹底されており、政府材が活用され、居住性も、格段に向上しているようだ。言うまでもなく、任務の長期化にも対応可能なように、十分な保存水や食料などを搭載する、スペースも確保されている。ここで、海上自衛隊の最新鋭イージス艦である、マヤ型の初舷を見ていくのだが、基準排水量8200トン、満載排水量1250トン、全長170メートル、全幅21メートルの艦隊で、6万9000馬力の機関を搭載し、30ノット以上の速力となっており、この数値を見る限り、やはり、黎明や暁もほとんど見劣りしない数値を誇っているのだ。だが、建造費としては、やはり、イージス艦の方が高額であり、マヤ型が1隻あたり1700億円であるのに対し、暁は、その6分の1で製造することができる。無論、海上自衛隊の護衛艦は、敵と戦闘することを前提に作られたものであり、それゆえに巡視船と比較して、設計や構造的に、高額になることは、仕方のないことだ。だが、特に、マヤ型においては、イージス兵器システムのコストが大きいと言えるだろう。SH-60kg 哨戒ヘリコプター1機を搭載可能なマヤ型だが、平時は搭載していない。暁も、他の大型巡視船と、同じように、艦尾に、大型のヘリである、スーパーピューマ225を2機搭載可能としている。ちらも、平時は1機のみを運用し、任務をこなす運びだ。暁に搭載されている大型ヘリコプター、スーパーピューマ225は、フランスのエアバスヘリコプター社、旧ユーロコプター社が、2000年に開発したものである。全長 19.50m、全高 4.97 メートル、座席数21席、最高速力150ノット、約 280km となる大型ヘリであり、日本において海上保安庁以外にも採用例のある機体だ。余談だが、暁に搭載されたヘリコプターの愛称は、一般公募の中から採用された。今回採用されたのは、青鷲という名称であり、これは、南九州の青い海と海上保安庁のイメージカラーである、青と大空を力強く羽ばたく鷲を組み合わせて名付けられ、そこには、南九州の海を力強く守ってほしいという思いが込められている。陸上自衛隊において、スーパーピューマ225は3機調達されており、木更津駐屯地の第1ヘリコプター団、特別輸送ヘリコプター隊にのみ配備している。これらは、
通常の輸送任務のみならず、皇室や内閣、国外からの要人の移動を担う機体としても活用されているとのこと。また、陸上自衛隊に納入されている機体には、いくつかの改修が施されており、操縦席周辺に防弾板を設置し、エンジンの排熱温度を下げる IR サプレッサーが挿入されている。IR サプレッサーというのは、エンジン排気口からの排熱を抑えて、赤外線誘導ミサイルの追尾を軽減してくれる赤外線排出抑制装置のことだ。東京消防庁においても3機が配備されているが、こちらは救難や救助、救急といった人命に関する任務や航空消防を主な任務としている機体である。陸上自衛隊の機種と同じように非常時の安全対策のため、緊急用いかだや緊急用着水装置なども備えており、より汎用的な救助任務に当たれるようになっている。このように、様々な組織において採用されている同機だが、海上保安庁での保有数は、突出した9機という数である。巡視船以外にも、各陸上拠点での運用が行われており、今後とも、活躍に期待を寄せられている。さて、暁艦載機である、青柱が、今後は、尖閣諸島周辺で、中国公船と対峙するであろうことが予想されている。これらは、具体的に、中国海峡局という組織に所属する艦艇であり、中国政府の息がかかった船というわけだ。従来、中国海峡局は、日本の海上保安庁と同じように、警察としての権限しか持ち合わせていなかった。しかしながら、2017年以降は、着々と武装警察といっても、過言ではない組織へと改変されており、現状軍隊と、なんだ、遜色ない武力を所持している家よう。確かに、米国沿岸警備隊も、米軍の一部であることを考慮すると、脅威と認識するのは早計のようにも思える。しかしながら、2021年2月より、海峡法が改められたことにより、その脅威度は明らかに増してしまった。改正以前と比較すると、中国海峡局所属の艦艇や職員の武器使用のハードルは格段に緩和され、これにより、海峡局の武器使用の可能性が向上したことになる。アメリカ政権が共和党のトランプから民主党のバイデンに移行したことも、中国は、好機と捉えているのか、尖閣諸島の実効支配への動きは、加速度的に上がっているのだ。本来、尖閣諸島は、日本の領地であるのだが、中国からすれば、日清戦争により、日本に奪われた土地という見方が、大勢を占めており、いかに、日本の固有の領土であることを主張しても、聞く耳など持たない状況である。現状、尖閣諸島の周辺海域に、幾度となく、出没を繰り返す中国公船に対して、海上保安庁は手出しできない状態だ。日本の漁船の操業を妨害されないように動くのが関の山であり、言うまでもなく、海上保安庁側から、武力行使を行うこともできない。つまり、もし、中国海峡局艦艇に攻撃の意思があれば、いつでも武力による衝突が起こり得てしまう。実際、このような状況を懸念して、日本からも海上自衛隊の艦艇の投入を進めるべきといった強硬意見も出ている。だが、中国から、先に手を出したのは日本であると指摘されれば、国際的にも面倒になることは明白だ。だからこそ、この件については慎重に対処するしかなく、日本の大勢としての意見もそちら側である。もし仮に海上自衛隊の艦艇を投入し、中国側から
攻撃を受けた場合に関しても、日本側には問題が山積みだ。様々なしがらみの中で動くしかない日本は、極論で言えば殉職者が出ないと本格的に動こうとしないだろう。自衛隊隊員はもちろんのことだが、海上保安庁職員も同様に、日本を守る大切な人員である。政治を担う立場にいる方々には、もしもの時、海上保安庁職員も、国際法において、しっかりと守るという意思を持って行動してほしいものだ。